マリアのフォルトゥーニは国内外で賞賛を受けていた当時のスペインにおける代表的な画家。短い生涯の中でオリエンタリズムを主題としたロマン主義的絵画、歴史的風俗がスペインの植民地主義時代の戦争画などを描いた。スペイン、カタルーニア州のレウスに生まれた。父親はフォルトゥーニが生まれる前に亡くなり、母親もフォルトゥーニが12歳の時に亡くなり、 家具職人の祖父に育てられた。14歳の時、祖父とバルセロナに移り、彫刻カタラルンに宿を提供され、ラ・リョッチャ美術学校に入学し、4年間、クラウディ・ロレンサレやパウミラに学んだ。1857年3月に、奨学金を得て、ローマに留学し、1858年から2年間、ローマに滞在した。ローマに滞在していた、スペイン人画家、 エドアルドロサレスやプエブラと知り合い、イタリア人画家のアッティリオ・シモネッチと友人になり弟子にした。1859年にバルセロナの州政府に呼び戻され、スペイン・モロッコ戦争の従軍画家としてモロッコへ派遣された。1959年の2月から4月までモロッコに滞在し、風景や戦闘場面のスケッチをし、帰国後マドリードやバルセロナで展示した。 これらのスケッチから、後の戦争画の代表作が生まれ、ホルトゥーニが、オリエンタリズムの画家として、中東の風物を描く契機となった。1866年に、パリに出て、オリエンタリズムの画家、ジャン・レオン・ジェロームに学び、歌唱のアドルフ・グーピルのために働いた。パリでは、オランス・ベルネや、アンリルニオとも知り合って、影響を受けた。マドリードに戻り結婚した。 息子のマリアのフォルトゥーニー・マドラーソは服飾デザイナーとして有名になった。1874年にローマでマラリアで没死した。フォルトゥーニの死後は義理の兄弟であるリカルド・デ・マドラーソがアトリエを整理し、オテル・ドゥルオーのオークションに出品する準備をした。ありがとうございます。